いつも ADMJTV をご覧いただきましてありがとうございます。お供しております。お供しております。稲垣です。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。バイカラー。バイカラー。ピンクのピンクのシャツにそれお似合いですよ。本当に？誕生日プレゼントそれにしますか？じゃあ。誕生日プレゼントはいいです、いつかご飯に行けるときにご飯行きましょう、はい、さあ、でね、こちらなんですけれども、バイカラーをどういう、なんかこう、割とビジネスバック的に思っていたんですが、ちょっとこう、ざっと見たときに、そんな硬い服もないな、はい、っていうのもふと思ったので、挑戦していただきたいと思います。はい、では、小林さん、はい、でいいですか？お願いします。はい。はい、ADMJTV 小林でございます。それでは私、マダム編をお伝えしたいと思います。はい、ADMJ のこのバッグっていうのは、コーバトートという、うん、通称、愛称がありまして、オープンの、はい、日本の金属製、日本の真鍮金具を使っております。まずこの、オイスターグレーと白の配色なんですけど、はい、私ね、大好きな配色でございまして、はい、こちら、まあ、本当にベーシックにコンサバティブに美しく、持つパターンとして一つご提案させていただきたいと思います、うん、まあ、グレーのちょっと質感のいいトップスに、うん、もうハーフパンツです こだわる、はい、膝下を見せてこちらお持ちいただくっていう、まあ、バッグの配色とお洋服の配色を似たワントーンにまとめるっていうのが一つご提案です。そしてはい、小林さんの着てるワンピースの後ろ姿もすごく可愛い。でもなんか矢が刺さりそうでしょ。ガトだと、はい、でもう一つご提案したいのが、はい、この、カーキとトープですね、うん、まあ、本当に、便利なカットソーのサックス系のワンピースに、はあ、あ、それすごい。そうですよ、このサックスと私ベージュを合わせるのがすごく美しくて綺麗だと思うので、うん、この色の組み合わせっていうのがおすすめです。あともう一つ、はい、カジュアル編。はい。これね。はい。このオーセンティックな、ね、何時代のチェックだよ。いやいやいや。多分ね、それね、はい、ウッディのやつだったと思う。思ってる？わかんない。私レスリングファンだったのよ。そして、はい、そして、はい、まあちょっとチノパンのハーフパンツみたいなものがあったら。はい、こんな感じで。ああ、いいかも、はい。やりましたよね、昔。うこういう安心。安心。なんかね、長いワンピースは今っぽくできるんですけど、はい、私たちの年代だと、こんな感じでね、はい、持っていただいても安心して、はい、カジュアルなんだけど、ちょっと大人っぽく。これがパンプスで、はいはい、よろしくお願いいたします。ウッディじゃない、デレクだ。あ、デレク、そうそうそう。そうですね。盛り上がるのは、すみません。ここで盛り上がってるのは私たち二人だけです、ね。本当に申し訳ないです。すそんな感じで、はい、配色を楽しんでいただけると思います。はい、それでは次は、はい、若者編ですね。はい、あれ？ガリンさんどっか行っちゃいましたね。どっか行っちゃいましたね。収録中にですね。大丈夫大丈夫大丈夫、はい、それではお願いいたします。はい、はい、お願いします。はい、では ADMJ プレスの高柳です。本日もよろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ、バイカラーの、今回、コーバトート。はい。焦ってます。焦ってます。すいません。ちょっと今、仕事が被っちゃいます。まず一つ目がですね、ちょっとこう、カチッとした印象のバッグですので、それダークブラウンとネイビー。え、ブラウンなの？そう、ブラウンなんですよ。おー、新宿です。見つけた。見るわい！失礼しました。でも、ダークブラウンとネイビーってシックだと。いいですよね。すごい。うん、綺麗。で、上品な印象もあるので、いい、まあ、カットソーなんですけど、そこまでカジュアルな T シャツとは私が違う。高柳さん的にはエレガントじゃないですか。そうなんですよ、実は。そうなんですよ。なんで嬉しそうな。持ってた。持ってたね。エレガントだよね。そう。私は、本当にこういう T シャツとかロング結構ボーイズな感じ。そうなんですよ。パーカーとかが大きめのパーカーとか。あ、見た見た。ちょっとチゲナって感じですね。チゲナ。そうなんですよ。言わない今。言わない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 嫌だ。この子たち。なんなの一体。なんなの一体、この子たち。ちげえって言わないんだ。もう今日ダメだ。本当に。多分、
本当一部のお客様だけがちょっとだけ笑ってくださいと思う。あのね、ちょっと若い方にもね、エリアムというので、せっかく頑張ってるのにね、ごめんね、違う。違うな、よろしくお願いします。そういう使い方じゃない。そうですね。表現に間違いがありました。裾にタイトスカートのブルーですね。で、綺麗めな感じで、これにヒールとかでもいいとは思うんですけど、そこにバイカラーのネイビーとかのアイテムを持つと、すごい素敵。カチッとした感じの。綺麗ね。今の。今。綺麗ね。誰の真似わかんない。というので、コーディネート。はい。若い、ほんと若いだけで悔しいわね。いやー、これが年齢を重ねるってことなんだなっていうのを、なんかちょっと自覚し始めた。気持ちだけはちょっと若い気でいたから。いや、でも、うん、なんか、こう、いろんなことを認識させられる。はい。あの、ついつい私たちって、いい時代で全てが終わってるじゃないですか。そう、よくないね。髪型、ね、メイク。はい。そして、スタイリング。チェリング。でも、なんかこう、コーディネートのコミュニケーションって大事ですね。ね、そうですね。よかったかも。脳、うん、のシナプスがくっつきました。はい。でもう一つ同じ色を使用してやってくださいのが、ここまで、あ、そうですね、カチッとしたくなくて、普段使いでも持てるバッグなので、うん、そうなると、こういった形のオールインワンですね。はいはい。アイテムね、そうですね、はい、紹介して、で、多分ここにこれを持ってくると、結構色がないので、そういう時に足していただきたいのがスカーフで、赤とか。ちょっとこう色味のあるものをポイントで持ってきて、マイカラーなんですけど、そこまで邪魔はしないので、お持ちいただいた時に違和感が出ないので。やっぱスカーフはシックなんですね。スカーフなの？スカーフ、一応スカーフ。怖い感じ。でも、ね、でもハンカチじゃない。私は各種にならないかもしれないと思って。ほんと太くないと、ね。太くないとダメ。はぁ、あ。というので、一応ネイビーブラウンを取り入れて合わせていただいて。ネイビーブラウンやっぱシックで素敵ですね。素敵だね。そうですね。なんかデニムのワンピースにも。合うよ。合う。ちょうど次のカラーをこのデニムを使ってご紹介したら合ってたんですけど。いや、万能。うん、そうですね。あ、でもそっちの方が確かにパッキリするかも。と、うん、カーキの音色で。はい。はい。辛かったです。なんか誰か出荷してませんか？さっきからのテープの、倉庫でやってるのテープのシャーって音が。いや、本当でも、出荷できるということは、本当にオンラインでこうやってね、はい、お客様がご購入くださっていただいて、ありがたいことです。本当にありがとうございます。で、あ、すいません。チェゲな。で、デニムの、こういった普通のワンピースですとか、デニムのシャツでも結構ですね。はい。で、これを、こうお持ちいただくと、かわいい。はい。差し色にもなり。はい。かわいいですよ。普段使いもしやすいカラーなので、おすすめです、この色は。うん。ありがとうございます。はい、では、私の方から、お願いがございます。はい。はい、聞く。もう。かわいいから。おじさんになってませんか？聞くわ。はい。ADMJTV の、そうですね。チャンネル登録と、はい、グッドボタンですね。はい。よろしくお願いします。では、本日もご視聴。ありがとうございました。